水曜日はえりすぐりです。よろしくお願いします。お願いします。テーマからいきましょう。こちらです。はい、人気パン屋さんと加賀野菜のレアベジパン巡りで設けました。まずですね、この秋、旬を迎える加賀野菜といえばお二人は何があるか知ってますか？僕の中で加賀野菜はもう加賀レンコンみたいな。あ、なるほどね。がついてるんで、もうこれから旬なんじゃないかと。ひらりちゃんは色が秋っぽいということで金時草とか。金時草、確かにね。さあ正解はというとこちらなんです。ヘタ紫茄子と加賀鶴豆赤ずいきなんですが、特に加賀野菜の中でこの3つは生産量や生産者さんが少ないことから、レアな野菜、レアベジと言われている野菜なんです。だからなかなかスーパーでも見かけないはずなんですよ。そうなんです、さあこのレアベジを身近にもっと感じてもらおうと、金沢の人気パン屋さん10店がコラボしましてオリジナルパンを作りました。いろいろあるんですよね。わ、すごい美味しそう。各店舗こだわっております。姿形がそれぞれ違うんでね、オリジナリティありそうです ね。そして注目ください。一番下この3つ、これ黒いシルエットになっております。一体どんなパンなのか気になりますよね。気になります。はい、気になります。さあということで今回はブーランジェリーパリカナとヘタ紫のコラボパンから、まずはこちらですね、ご紹介していきましょう。一体どんなパンなんでしょうか。パリカナのレアベジパンをえりすぐりパン。金沢市森の里山川環状の近くにあるブーランジェリーパリカナです。コンセプトは、あ、ここはパリなのかなと思うような言葉からパリカナというふうに名前がついているんです。お店に並ぶ目にも鮮やかなパンは職人が修行先フランスで培った製法で焼き上げているんですよ。どれも美味しそう。看板メニューはフランスの香り高い発酵バターを盛り込んだクロワッサンです。サクッサクッとした食感の小麦の甘み、そしてバターの香り抜ける味わいが大人気なんです。美味しそう。今の季節はマンゴーとココナッツの爽やかな味も楽しめます。今回はこれ中にマンゴーのパートドフリー、フランスのゼリーみたいなものが中に入っています。でたっぷり入っているのでマンゴーの感じが味わえると思います。あ、いい音。生地がサクサクで、こう尻尾の方までサクサク、そしてこのマンゴー の甘さ、程よい酸味、おいしい。そして今回はヘタ紫茄子を使ってアレンジしたパンというのがこちらです。野菜がゴロゴロ乗って彩り豊かでしょう。フランス語でナスって意味なんですけども、今回ナスを厚めに切って、あとアボガドと、トマトを組み合わせて、はい、作ってみました。フランスの前菜とかでよくある組み合わせで、もうそのままパンにしました。すごいいいですね。なんかナス、トマト、アボカド、チーズあたりなんかパスタとかになりそうとか、そうですね、ピザになりそうみたいな、そういったちょうど間をパンの上に乗った、はい。野菜を支えるパンはフォカッチャ生地です。へー、バケットの生地だとちょっと引きがあったりとかするんですけど、フォカッチャってサクッといけるので、歯切れよく食べやすいんですよね。本当だ、うまかね。なんだこれ、おいしい。ナスとトマトってすごいベストマッチなんですよね。でナスってほら油吸うと美味しいじゃないですか、はい、最後にオリーブオイルをざっと塗ってるので、だからだ、ナス独特のうまみもしっかりあって、はい、そうですね、だから油っぽくない、でもこのさらっとしたオリーブオイルの雰囲気、このサクサクのフォカッチャがいいですね。ありがとうございます。さすがなんかパンとこの上の具材の組み合わせのコーディネーターの上手、ありがとうございます。野菜にチーズのコクも加わったパリカナのレアベジパン、食べ応えも抜群なんです。さあ今日のえりすぐり、スタジオのお二人にもこのレアベジパンを食べていただこうとご用意いたしました。パリカナのオーベルジーヌご用意しましたよ、まあ食べた瞬間になぜかうまかねという言葉がいい香り出てしまいました。私どうですか。おいしい。うわ、ナスが
みずみずしいですね。ね、ジューシーなのは、うん、多分油を吸ってうまさが出てるんですよ、うん、すごい厚さがあるから本当にうまみがすごいですし、サクサクのフォカッチャとよく合いますね。おいしい。ヘタ紫ナスってほら小ぶりで売ってるじゃないですか、はい、だから小ぶりだからこそうまみがギュッと詰まってる、うん、もうこれを本当最大限に引き出してるなと思ってます、うん、私肉質が良くてみずみずしいヘタ紫ナスを厚めにカットして、あとアボカドにセミドライのトマトと一緒にモッツァレラチーズとでちょっとガーリックのスパイスが効いてるはずなんですよ。これが後からふわっと香って、うん、なんかいい余韻がピザみたいな、ね、うん、トマトソースはないけどもそのマヨガーリックの美味しさね。そうですね、もう軽いですね、あと生地と一緒に、そう生地が軽いのがフォカッチャだからなんですよ、うん、でこのパリカナさんのパンですが18時間以上冷蔵発酵させてるっていうね、小麦の旨味と甘みを引き出しています。いやー美味しくてこれ本当にまたすぐ食べたくなっちゃうパンなんですが、どうでした？上に乗ってる食材、もう僕完食したんですけど上に乗ってる食材の旨味が全部引き立ってるそうパンになってますね。やっぱりパンとの組み合わせ、ね、うん、さすがパリカナさんだな、上手ですよね。おいしい。もう女性に人気を集めている、まあ、パリカナさんですが、このレアベジとの組み合わせも皆さんも味わってみてください。いい顔してますそして続いて能登ひばからベーカリーの赤ずいきとのコラボパン、シルエットになっておりますね、はい、まずこの赤ずいきってご存知の方もいると思いますが、これですね、見たことあるあるという方いると思います、うん、里芋の茎に当たる部分のことを言います。一般的には酢の物にしたりとかね、処理が めんどくさいとかいろいろ聞いたことあると思いますが、うんうんうん、これがパンになるんですか？そうなんですよ。このどう使ってるの、はい、さあ能登ひばからベーカリーさん、ちょっとその前にご紹介しましょう、うん、金沢市駅西新町にあります木のぬくもりあふれる店内です。自家製の酵母から作られる体に優しくて美味しいパンが100種類以上並ぶ幅広い年代に人気のパン屋さんですね。いや美味しそうですよね、どれもね、種類豊富ですもんね。そうなんです、うん、でこちら100種類とたくさん人気のパンがあるんですが、中でも人気が、はい、2つ、あ、はい、耳がない食パンと見た目がとっても可愛いドーナツです、うん、この食パンは火入れをギリギリにすることで柔らかくしっとりとした食感になってます。バターミルクを使っているのでコクも感じられる食パンです。対してドーナツは全粒粉と米油で揚げているのでヘルシードーナツなんですね、うん、で味わいもご覧の通りバリエーションもあるということで、お子様にも人気です。さあ話戻しましょう。コラボパン、そうです、赤ずいきを使ったこちらのパンですが、うん、はい、名前は赤ずいきちゃんと名付けられました。かわいい。ここでお二人に問題です、うん、能登ひばからベーカリーさんは赤ずいきをどうやって使ってこのパンになったでしょうかというのが、はい、問題です。いやいや、エリさん、うんうん、バカにしないでくださいよ。何ですか？見えてるじゃないですか。見えてる。赤いのが。これ赤いのが。練り込まれてるじゃないですか。これそんな分かりやすい問題出すと思いますか？違うんですか？正解はですね、はい、実は酵母にしてるんです。ここ全部赤ずいき入って酵母作ってるんですよ。いわゆるだからね、この赤ずいきから起こした酵母を生地に生かしているので、うん、パン全体が、まあ、赤ずいきそのものが赤ずいきみたいな。そうなんです。まあ食べてみましょうか、はい、皆さんの前にご用意いたしました。この赤いの何だったんだろう。ちなみにその赤いのはクランベリーです。うん、あ、おいしいな。やっぱ小麦の香りも引き立ってますね、うん、あとこのほんのり甘さを感じるのが赤ずいきですかね。私もびっくりしたんですよ。赤ずいきって酢の物で食べるイメージでシャキシャキって食感なんですけど、酵母、うん、にしたら甘くなるのかなって。優しい味わいですね。そうって香ってきますね、うん、びっくりしました。もともと野菜が持っている天然の酵母でパンの優しい甘さを引き立ててるわけなんですが、このパンセミハードのパンの中に今ほど言いました、うん、クランベリーとくるみが入っています。それぞれの食感も楽しめるようなパンになっているんです。そのまま、ね、小麦のうまさを噛みしめてもいいんですが、まあ、皆さんみたいにスライスしてちょっとトースターで表面パッと焼いてバター塗ったり、うん、いいね、私はクリームチーズ塗ったりしてもいいなと思いました。朝食にもいいですね。ね、赤ずいきを酵母にして使うとはさすが能登ひばからベーカリーさんです。食べてみたくなりますよね。テレビをご覧の皆さんもぜひ召し上がってみてください。さあ次のお店行きましょう。今度は、はい、ひらみパンと加賀鶴豆のコラボパンです。一体どんなパンになっているんでしょうか。
ひらびパンのレアベジパンをえりすぐりパパン金沢市長町せせらぎ通りにあるひらみパンです。アンティークな店内に彩られるパン、自家製酵母から作られ、ハード系やお惣菜系、スイーツ系など定番から季節のものも含め30種類以上もあります。看板メニューはこちら。どちらも長年ファンから愛され続けているパンたちです。これこれ。まずは表面がカリ、中がもちっとした食感がたまらないカヌレ。ほろ苦さと甘さのバランスが絶妙なんですよね。そしてしっとりもちもちの米粉食パンで、自家製のチキンハム、ベシャメルソース、チェダーチーズをサンドしたクロックムッシュはボリューミーでコク深い味わいが魅力です。さあ、ひらみパンの加賀つる豆を使ったオリジナルパンはどんなパンなんでしょう。3種類の自家製酵母で作られた生地に、はい、マスタード、ーそこに自家製のベーコン、ドーン、大きい、はい、ボイルした加賀つる豆登場です。さやのまま乗せます。その上にチーズを乗せ、こちらを生地でくるくるっと包み込んで焼き上げたのがこちら、加賀つる豆の緑も鮮やかでしょう。綺麗で美味しそう。自家製のベーコンを使ったカンパーニュになります。つる豆っていうこと自体も珍しくないですか。そうですね、はい、結構煮物にするようなイメージ。そう、ーハード系に見えますか。持った瞬間は結構もちもち感あります。いただきます。さやの部分がザクザクしてる。しっかりしたあの、豆ですね。中のなんか豆を食べるっていうか、さやを食べるような。あのスナップエンドウでこうプリッとした食感とかありますけど、はい、あの青豆らしいこの旨味っていうのがあるパン。でもそこにこのベーコンの脂身が加わると、うん、この青みっていうこの豆がちょっとコーティングされて旨味になりますね。そうですね、あのちょっとつる豆自体は淡白なので、しっかりした味の、あの濃い味のものと合わせるといいと思います。カンパーニュですけど、ちょっと塩味があってしっかりこう香りが立つ仕上がりになってますね。そうですね、あの焙煎した玄米粉とかも入ってますんで、わ、風味豊かなパンになっております。すごい、ザクザクしたつる豆が加わると食感がすごい楽しいです。ひらみパンさんでパンに一緒に入ってるつる豆をちょっと味わっていただいて、あ、これがつる豆かって思ってほしいですね。そうですね、加賀野菜をもっと、あのいろんな方に召し上がってほしいです。はい、社長が言いました。いろんな方に召し上がってほしい。スタジオの二人にも召し上がっていただきましょう。ひらみパンのレアベジパン、加賀つる豆を使ったこちらのカンパーニュです。まずこの加賀つる豆の香りがもう豊か、チーズもそろそろしてる。私のことなっちゃってる。美味しいでしょ。美味しい。でもこのやっぱり豆のこの食感の良さですよ ね。やっぱそのまま使っているのって っていうのもいいですし、いろんな具材とパンとのこの全体のバランスもすごいいいです。なんかこのつる豆のさやってザクザクの食べ応えがあるんですよ、だからカンパーニュのこの組み合わせがすごいベストマッチなんですよね。きちんと存在感がありますよね、はい、でベーコンは燻製されていて香りも塩気も あります。で、あのこのベーコンが持つ油でつる豆もなんかこう油分を吸ってうまくなっているっていうのがね、特徴です。自家製酵母3種類のと玄米粉から作られたカンパーニュです。噛めば噛むほど美味しいこちらのカンパーニュ、364円ですね。はい、参考なさってください。まあ、この手に取りやすいパンでね、加賀野菜しかもレアベジを知れるっていうのが嬉しいですね、はい、そうだからなんかお野菜をねこうパンで取るっていう、これもすごくユニークな企画だと思いますので、ぜひ皆さんも店舗店あのお店に行ってみてください。パリカナさんは今日定休日なので明日以降とお願いいたします。加賀野菜レアベジパン巡り、今月30日まで開催しております。美味しい秋の味覚をパンと一緒に味わってください。以上、えりすぐりでした。